青汁さん、青汁さん、アメリケン呼んでこっち来ておいてください。ダルシム VS リュウの組み合わせです。エリコダルシム VS サイトリュウ。チーム KY 式、KY 式、チーム KY 式のお二人いますか。はい、チームを呼び出しています。あ、いらっしゃいましたね。ちょっとジャンケンしようかな。アズマチェンプー客でぶっこんでいった。セービングレベル2が当たったが第5射ショット届かない。小判から刻んで投げを通す。真空竜巻投げくらつぶしですか。中盤中盤ツーヒットコンボ。アズマチェンプー客投げは抜けて、さあ画面端を脱出した。まだここからは、まだここからチャンスがあるか。竜巻もしっかり落とす。エリコダルジムが距離を詰めていく。サイドリュウをさらにカタストロフィーが当たっていく。よーく今アダラスに EX 昇竜で抜けていったところはしっかりと相手に刺していった。まず先制するのはペリコダルジム。さあ、アメリケンの情報を知ってる人はちょっとくださいな。大会前の呼び出しをして、あ、アメリケンさんいらっしゃいました。の試合中、はい、の試合をされていたと。まずは昇竜拳投げて、さあ近すぎれば竜側に武がある。真空竜巻はしっかりガードを我慢した。投げを通して画面端を脱出。よかカタストロフィー。ここから下段もしっかりガードして大ビー。ああ飛んできていた。この戦いはこういう展開になって投げられてしまうとちょっと竜側厳しくなってきたが、しかしまだゲージは2個ある。ブルコンもマックスで溜まっている。波動拳、波動拳にスライディングで近づいた。昇竜拳見ていた。 EX 昇竜拳を出したところに蹴りを刺して、これで、チームアッセンチームが、2勝、セットカウント2本取って勝ち抜けになります。おめでとうございます。はい、次のチームですね。 Thank you for playing. Presented by Capcom. はい、次のチームはアダチパニックとジーリアス。アダチパニックさんとジーニアスさん、 1P 側にお願いします。 OK ですね。A new warrior has entered the ring.